第3京浜道路玉川 IC から玉川料金所方向を望む第3京浜道路は国道466号のうち東京都世田谷区の玉川インターチェンジから神奈川県横浜市神奈川区の保土ヶ谷インターチェンジまでの区間で東日本高速道路が維持と管理を行っている自動車専用の一般有料道路であるまた 地域高規格道路の計画路線にも指定されている。高速道路ナンバリングによる路線番号は横浜振動とともに E83 が割り振られている。略称で第3京品、第3、三京などと呼ばれることも多い。国道15号第1京品と国道1号。 第2京浜に続いての東京と横浜を結ぶ京浜道路として第3京浜道路が計画された。元々の計画は1929年5月に鎌倉急行電気鉄道が渋谷駅から藤沢駅を通り鎌倉坂の下までの鉄道事業免許を取得し、その後自動車専用道路に計画を変更したことが始まりである。また、 1954年3月に東京急行電鉄が渋谷から江ノ島間に東急ターンパイクの計画をしたが建設省による整備が決まったことにより代わりとして田園都市線の計画に変更することになる。1964年10月6日に一部区間が開通し、1965年12月19日に全線開通となる。開通当初は 一般都県道東京野川、横浜線とされ、国道に指定されなかった。これは、当時の法令などにより国道指定が困難であった、ため、都道府県道とされた。しかしながら、道路の長さを伸ばすことが重視されていた時代の中、破格なまでの福音で建設され、日本で初めて、六車線の自動車専用道路となる。さらには、自動車専用道路として、 初めて全線に水銀灯の道路照明灯も設置されることとなった。今日でも交通の流れはスムーズに保たれ、出口付近以外での渋滞も少ないので便益は高い。玉川に架か,かる玉川橋玉川橋東京都、世田谷区と神奈川県川崎市高津区の間を流れる玉川を越える第三景品道路の橋である。東京都部分も含め、 神奈川県警察高速道路交通警察隊、東北分駐所の管轄である。小机城市を縦断する、第三京浜道路東北 IC、横浜東北 JCT24 時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成各料金所には、ETC システムが設置されているが、ETC マイレージサービスを除く ETC、割引制度は適用されない。 全線通行時の料金通行券について、数系統の路線バスが運行している。ただし、現在運行中の路線は、バス停留場、第3系浜道路内に設置していない。運行路線廃止路線、第2東海自動車道の基本計画上の起点は、国土交通省の資料によると、玉川インターチェンジとなっており、さらに、東京外各、環状道路に接続とされている。 第三景品道路の玉川インターチェンジも国土交通省の図表では東京外角環状道路に接続する予定となっている。国土交通省の資料だけで比較すると第三景品道路を第二東海自動車道に転用するかのように見える。しかし国土交通省が第三景品道路を第二東海自動車道に転用する計画を持っているかどうかに関しては 資料が存在しないため不明のままである。日本高速道路保有、債務返済機構の資料では、東名高速道路と横浜新道を呼び、第三景品道路の概ね中間にを通り、東京都内にて、東京外角、環状道路に接続するように記載されているが、具体的に中間を通ると決まっているわけではない。ありがとうございます。